はい、皆さん、こんにちは。金欠大学生です。今回ですね、まあ、久々に、はい、G1 ちょっと全頭評価でもやってみようかなと思いまして、まあ、ちょっとね、一頭ずつ書くのめんどくさかったんで、まあ、結構大雑把にまとめちゃいました。はい、結構大雑把なんで、まあ、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、はい、まあ、あくまでね、現時点での僕の考えなんで、まあ、軽く見ていってもらえるとなと思います。では、行きます。 C 評価ですね。これ C 評価っていうのはもう切りますっていう馬たちです。それが2番、ウィンカーネリアン、ロータスランド、ピースオブエイト、ホーアマゾン、えー、ベステンダンク、ハッピーアワー、ファルコニアですね。はい。まあね、結構外枠に、まあ僕があんまり評価してない馬が固まってしまって非常に残念なんですけど、まあファルコニアとかね、一番ちょっと面白いのかなとも思ったんですけど、ね、でもファルコニアちょっとね、僕個人的には なんか力不足なんじゃないかなって思ってるんですよ。金量的にもちょっと重いなって感じてて。はい。そういうのも踏まえて、ちょっとファルコニアは C 評価で今回は切ろうかなと思ってます。外差しがいいのはね、徐々承知なんですけど、まあちょっと外を多めに評価下げたという形になります。B 評価ですね。B 評価。マテンロー・オリオン、ダノン・ザ・キット、ソダシ、セリフォス、ダノン・スコーピオンになります。 えまずね、これはちょっと B 評価なんで一つずつ見ていこうかなと思うんですけど、まあ、マテンローリオン、これね、ちょっとまあ、切ってもいいかなって思ってたんですよ、ちょっと、正直。切ってもいいかな、まあ、ちょっと外枠入ったら面白い穴だなってずっとマテンローリオン思ってて、ただ残念なことに内枠入ってしまったんですけど、まあ、でも C、うまあ、B、紐には入れてもいいかなってちょっとうっすら思って、まあ、B 評価に入れました。 で、ダノンザキットもね、まあ同じ理由で内枠入ってしまって、まあ、6番手くらいの競馬なんで、まあちょっと阪神が先週のような馬場だったら、まあちょっとダノンザキットも厳しいかなっていうふうに思ってます。で続きまして、ソダシですね。ソダシ多分今3番人気くらい。で、本命の方も多いかなと思うんですけど、まあ僕、ソダシはちょっとね、今回、もちろんね、マイル無敗でしたっけマイル無敗で、まあ、すごい強い馬ではあるんですよ。ソダシもね。 僕も結構ソダシ買わないで結構やられてきてるんですけど、でもソダシも今回はちょっと僕的には力不足かなというふうに感じまして、まあ入ってきても紐かなっていう印象ですね。まあ飛ぶは全然あると思ってます。まあ金魚に恵まれてはいるんですけど、それだとしてもまあちょっと、うんまあ紐ぐらいかな評価としては、ちょっと強く評価できない状態です。 で、次、セリフォスですね。こちらも、まあ、レーン機種が乗るということで結構期待されてて、まあ、でも外枠の方にも入りまして、まあ、結構期待されて、まあ、枠としてはすごいいい枠に入ったなっていう、もうちょっと外の方が良かったのかなと思うんですけど、まあ、いい枠に入ったんですけど、個人的にはちょっと今回は、まあ、レーン機種で、ま、怖いんですけど、ちょっとサンサイバー、 っていうのもありまして、まあ、ちょっと今回は、うーん、力不足なんじゃないかなと思ってますね。まぁ、あ、ドーデュースと0.1秒だったり、ダノンスコーピオンと0.3秒、ソングラインと0.1秒ってで、ソウルラッシュと0.1秒で勝ってるっていう、まあ、結構ね、あの、実績はもちろんあります。めちゃくちゃ強い馬です。で、もうちょっと今回は B 評価までという風にさせてもらいました。そして最後、ダノンスコーピオンですね。まあ、ダノンスコーピオン NHK マイルの覇者ということで、個人的にちょっと NHK マイルを軽視してる ですよね。この評価の仕方としては。まあ、NHK マイルをまあかなり評、まあ、なんか、軽視してて、まあ、ちょっとね、これ、ラノンもちょっと今回はね、ちょっと厳しいんじゃないかなって思ってますね。まあ、阪神で川田さんが乗るっていうことでね、まあ、すごい魅力的な一投で、外枠に入っても最高の枠ですよ。外枠にも入って最高なんですけど、まあ、軸かと言われるとね、まあ、ちょっと紐でっていう感じで、まあ、僕は B 評価と。 させていたただきました次、A 評価ですね。はい、A 評価がサリオス、えー、ジャスティン・カフェ、エアロロノアですね。はい、まずね、サリオス A プラスって書いてあるんですけど、僕最初サリオスの本名で行こうとしたんですよ。ただ残念なことにちょっとサリオスさんが内に入ってしまってですね、まあ、これちょっと S でもいいかなって本当にサリオスは思ってるんですけど、まあ、ちょっと内枠揺らぎの A プラスっていうことで、まあ、全然 S 評価ぐらいの はい。まあ、気持ち S 評価です。S 評価ぐらいの、まあ、全然軸でもいいなとは思ってます、サリオスは。ちょっとね、もうちょっと、えー、ちょっと阪神土曜を見てから、S 評価として扱うのか、A 評価として扱うのかは、ちょっと決めたいなと思ってます。現状、ちょっと A と S の間で A プラスぐらいで、ちょっと中途半端なんですけど、こんな感じですね。ジャスティンカフェ、ジャスティンカフェはね、まあ、やっぱサリオスを評価してるだけあって、まあ、0.1秒で上がり最速ということで、 やっぱジャスティン・カフェも強いなっていう風な印象ですね。まあ結構重症経験はちょっと浅いんですけど、まあでも全然全然飛んできても、まあおかしくないかなっていうので A 評価。で、皆さんこれ驚きなのがエアロロノアだと思うんですけど、僕前走前前走エアロロノアすごい評価してまして、タ、ま、ケ、あ、さんが乗る乗り換わりっていうのもすごいいいなとも思ってますし、しかも前走前前走このまま出遅れてるんですよね。 出遅れで、セリホスと0.5秒、ソングラインと0.2秒なんで、これ出遅れてなかったら本当に全然面白かったんじゃないかなと思ってて、まあ、穴枠ですね、はい。大穴枠として僕はエアロロノアが面白いんじゃないかなと思って、エアロロノア A 評価にさせていただきました。そして S 評価が、えー、シュネルマイスターとソウルラッシュですね。はい、シュネルマイスターも、まあ、内枠入ったのになんでサリオスと違うんだって言われてしまうかもしれないんですけど、 まあシュネルはまあやっぱり1600はちょっとズバ抜けてますよね。グランアレグリアの0.1秒とか、ダノン・キングリーとタイムラス話しとか。やっぱちょっとシュネルはズバ抜けてるなって印象で、前走はもう全然度外視していいと思ってるんで、やっぱ、うん、やっぱマイルだなっていう感じなんですよ。シュネルマイスターやっぱルメールさんが乗ります今 G1 乗りに乗ってるルメール。ちょっと内枠がね、本当に内枠が残念なんですけど、まあ、外枠引いたらでも強すぎてつまんなかったと思うんですよ。 で、なんなら雨も降ってるじゃないですか。で、今回多分雨予報なんで、あの、シュネルマイスター雨めちゃくちゃ走るんで、もう本当にこの馬の舞台みたいになっちゃってると思うんですよ。はい。僕はそう思ってるんで、まあ、シュネルマイスター、まあ、S 評価にしました。で、続きまして、ソウルラッシュですね。ソウルラッシュはちょっとね、騎手が僕は個人的にはちょっと不安ではあります。不安ではあるんですけど、まあ、この馬もね、やっぱすごい強い馬だなと思ってて、 で、今回のババに合ってますよね。外差しで。外差しのババで、ちゃんと外枠の方には入ったので、まあ、ソウルラッシュで異形級者ですし、はい。もう、輸送もないですし、やっぱソウルラッシュはすごい魅力的だなっていう風に感じました。まあ、全然全然ソウルラッシュは僕あると思ってて、まあ結構、課題評価とも言われるかもしれないんですけど、まあこれは S 評価とさせていただきました。 ま、こんな感じで前頭診断終わるんですけど、皆さんちょっとコメント欄でね、あのー、この馬は僕本命にしますとかいろいろ盛り上げてもらえると面白いなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画、またショート動画あげるかもしれないんで、ショート動画も確認してください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。